したら非常に寒い日だったと思われます、まあ、こんな状況なので、ゲレンデでも山頂駅がマイナス4度くらいで、雪も緩むこともなく非常に快適な雪質で、まあ、それなりに楽しい活動ができました。今年はすごいシーズンでしたね。